どうもどうもどうも、母さんの、母さんの手のせい、これですね。え、なんか似てないって。でも切って早く前から恥ずかしい、このなんかアホさん言っちゃった。インターネット繋がった。いやね、インターネット繋がってないよね。姉ちゃんも切れる。インターネットが繋がってないっていうことをアーシャンが伝えてくれてね。早く切って、これ恥ずかしい。なんか、あ、でもなんか昔こんなこんなちゃったよね。バサッと言ってもいいよ。ダメか。どっから切ればいい。どっから切ればいい。ここか。前髪の注文の仕方わからんのよ。ちょっとこれ本日3回目のやつ。リブイティミーズ。なんでここやな、ここ。あーしゃんいつもここじゃないやろ。前髪を、前髪のなんかこれぐらい切ってくださいの注文の仕方と、前髪切られてる時の息の仕方がちょっとまだ未開拓。美容院さん、あの切られてる時って多分喋ってほしくないよね、美容院さん的に。自分もさ、切られてる側もさ、喋りたくないよね。だって口に入ったらあれだし。で、ちょうど鼻で息吸ったらさ、切った瞬間にさ、自分の髪のかけらがさ、鼻に入ってくるわけじゃん。それも避けたいじゃん。でもこっちとしてはさ、目をさつぶってるけどさ、いつ切り始めるかわからんのよ今みたいにどのタイミングで黙ればいいかわからんよ。そうなの、話の途中で急にさ、めっちゃくすぐったよ今鼻の上乗ってる。乗ってるやめて、母さんの笑い声が入る、ね、めっちゃくすぐったい鼻の上が。切って、これでもいけてる。ちょっと昔のさ、今も流行ってるよね、シースルー。戻った。え、無理、変化ある？ないよ。ない、見えない部分を切った。違うだけ。絶対ね、ファンの人はね、あの相当ガタガタに切らん限りね、母さん切るのうまいって言うと思う。そう思わ、そう思わん？いや、分からんか。私自分で聞いた時にさ、でもうちょっと近づいて大丈夫、体勢で切る人は、もうちょっと近づいて大丈夫だって。全然見えてないよね。全然見えてないよ。ほら、もうちょい来ても、じゃあもうちょいもうちょい行けばいい。どうせ、あの、どうぞ。え、これってさ、全世界のさ、何で笑ったん？どこら辺で笑ったん？え、めっちゃ怖いんだけど、何？全世界っていうのでは、黒歴史。全世界？全世界に。全世界に発信してるけね、これを。綺麗、綺麗。大丈夫？多分。ああ、やっぱり美容院の人ってどういう気持ちなんやろ。切ってる時に邪魔されたくないじゃん。だって切ってな
聞いてない人の話。どうやって注文するんかな、みんな。前髪、眉毛、眉毛の上ぐらいでとかってこと、長さどれぐらいがいいですかって聞かれた時に、眉毛の下ぐらいでとか、どういう注文の仕方なの。どの家庭もさ、こうなんか新聞紙とかの上で切ったりするんかな。今何やっとる？手止まってない？コメント見やる。いや私ずっと目つぶってるんだけど。てかいつ切り始めるか分かんないけど、アクションとか言っていいよ別に。切り始める瞬間、監督みたいに。読み開けるよ。どうぞどうぞ。いい。から始める。始めた。アクション。震えんの？手。ずっと震えてるけど。ずっと震えてる。え、それ大丈夫？だってこの体勢無理があるでしょ。体幹よ、体幹。罰ゲームじゃん。何笑ったね。やば、待って。やっぱキリエル途中にさ、喋ったらマジ一瞬でも喋ってたらさ、マジで入る鼻に。ちっちゃいけ髪が。ね、恥ずかしいこれ。鼻に入ってとかやるの。ねえ髪。サランラップでテープすればよかったね。あ、ここはね、したい。そんなことやってか、暑い。死ぬ。死なんか。え、他の人のさ。他の人ってどうやって切ってるの？みんな自分で切ってる？高校3年生とどういうもん？お母さん自分で切るよ。自分で切るよった？お母さんは自分で切る。いや私ね、どんくらい切ればいい？結構切った。出た。え、うん、もうちょっと切りたい。え、まださっきのどう？変わらんよ。長い長い。あ、綺麗に切れたよって。だって赤さんがずっとコメントより君より綺麗ね。母さん注文が多い。じゃあ今などぐらい切ったの？何ミリ？母さんバッサリいったれだって。え、結構切った？もうちょい。5ミリ。もう5ミリ。もう5ミリはやばい。眉上。眉上はダメ。眉上？今ちょうどいい。もうちょい切りたい。でも眉下？眉下。眉下がいい。どう思いますか？みんな「おんまゆ」って言っちゃうけど、これはダメよ。これはね、あのダメよ。これ髪の毛伸ばせんけ。眉上はちょっとアイロンで眉上するわ。今度こきたいに。またそのポーズ、またそのシーンやる。やめようか。恥ずかしい。じゃいい、そっちの方が切りやすい。いや、成功のあれよ。成功に
必要な過程は恥はしてるよ。いやもうエイジョル、何もエイジョルってちょっとなんかちょっと妥協じゃん。妥協なき選択よ。ちょっともう疲れた。疲れた。いや妥協なき断髪よ。妥協なき断髪、そういう目的で行こう。結構行ってないね。急に行ってるよね。あ別に、前髪のねめっちゃ薄い時期あって、自分が前髪ないみたいな時あったじゃん。ちょっとんって言った今何短くなってる結構。ん何何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 何待って、なんか目に入りそう。あけんさんな、いいねいいね、いいかからんけど頑張れー。おめっちゃ眠くなってきたんやけど、人になんか髪とかをね言ってもらってきて眠くなる。シャンプーとか美容院でもずっと話しかけられるけね。あのなんていうの、でもいつの間にか寝てしまうよね。話しかけられるっていうか話を弾んでしまうけさ、でも寝てるいつの間にか死闘体に寝たよ。どうもう、え、フィニッシュ？どう？ちょっとやめて。短い。ガムテープ、ガムテープでやりたくないんやけど、それ罰ゲームじゃない？アイドルがガムテープで顔のさ、トランクね。あ、いいじゃん。え、ちょうどいい。どう？え、いい。斜めってる。でもなんか今すごい、今すごい斜めってる。ちょっと待って、ちょっと見てくださいこれ、母さんこれ待って。昔はもっと切るの、ちょっと斜めてない？ここなんか斜め、あれファッション、え、ほら、あ、ちょっと待って、あのみんなねとりあえずね、あのなんかいいねって言うよそりゃ。ちょっと待って今ね、なんかちょっと斜めてるよねこれ、ちょっとねいや合わせるだけでどんどん短くなる。ここでんってなったやつ、これ、ここ長いよね。あ、ここ長くない？ちょっとそう、右側が長め。え、なんかてか前髪もなくなった、この薄さだったっけ。前髪もうちょい重くしたい。重かったか、そう、私はこうなってしまって、それ言おうと思ってどんどん短くなって、マネージャーさんに、マネージャーさんストップかかってるけ今、自分で切るの
この角度めっちゃいいんだけどね。めっちゃいい。すげえ修正早っ。どう？どう？だって私もうちょいさ短な自分の前髪さ重かったんやけど、イメージこんなもん。どどどどどど今の前髪の癖あるない。どうどう、もういい、妥協なき断髪、妥協なき断髪のさ自分気に入ってるだろうなと思ってるです。あ、この人気に入ってるなと思うじゃん。ちょっとめっちゃ良くない、妥協なき断髪って。なんか気に入ってます。実際皆さんも、でも目開けたらちょっと違う、なんか違うって感じ。斜めてんの。あ、どうぞどうぞ。こっちの方がなんかもう目の場所の違い、目の位置の違い、自分の顔の。髪の毛は見えないですからね。私卵の種類で言ったら何なんやろ。あ、違う違う違う、キノコ。キノコの種類で言ったら何にとる。ばあちゃんにはエノキって言われたんやけど。エノキって言われたんやけど、なんか椎茸とかじゃなくて。椎茸ってなんかちょっとさすがに嫌かも。椎茸ってなんかそれはもうなんか傘となんかそのちょっと別になってるじゃん。別やん。やっぱ長いかな。え、やっぱ斜め。それ姿勢。でも浮かしたらね、浮かしたらあれない。うん？浮かしたら治る。こうやって。こうといたら斜めとか。どうやらないと。まあいっか、日によって違うよ多分。もういやそれを言ってしまったらダメよね。妥協なき断髪じゃいけない。誰が決めたそんなこと。いやあるよね、その切ろうとしてなんかちょっと嫌いなやつ。こっち黙って、こっち黙って、なんか切らんのかい。これ美容師さんにはさ思うけど言わん、こう切ろうとしてやめるあるよねよく。こっちは黙っていい、もういい。多分。ほんまに？完全これも。オブセルトリーカット。そんなに鼻に、なんかもう、え、なんか別のターン始まったんやけど、マッサージ、なんか練りつけられてる感じするやけど、前髪のはたき方の癖やろ。もういい、こんな感じよ、もう完全。あ、いい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 、私もうこれでもうなんかね、もうねめっちゃね、え、ちょっと斜めじゃないとかいいけどさ、結局もう自分
や以外がやっめっちゃどうほらどうですか。あなんか前髪切ったらなんか髪全部切ったみたいに思わん、髪の半分っていうか髪の4分の1切ってるけどどう遠くで見て、そこちょっとけここえここさっき重いんかそこが、あそうだと思う、そうなってると思う、ほら見てこうなったわざとじゃない、わざともともとここが重たいファッションじゃない、変筋トレより良くない多分知らんけど美容師さんのこれでいいかいいよね、なんかいいと思う、いいと思う、投票で投票投票投票でいいか悪いか、じゃあこれ 100% じゃなかったらどうする、でちょっと切ってもなす、じゃあこれも絶対みんな 100% にしてくださいっていうことで投票します。この髪がいいなと思った人はあの1でこれ 100% になるまで終われないんで、あえもうこれダメじゃん、もうほらちょっと2投げた人おるけ、これちょっとえこれ終われんけ、母さんがちょっと 100% になるまで母さん終わりません、ほらちょっと微妙って思ってる人おるんやねん、これそれか多くなった、多くなって微妙多くなって 100% になるまで前髪切り続けまして、それもなんかちょっとやばいですけどそれは悪ふざけが入る、絶対こんだけ人がいれば悪ふざけが入る、悪ふざけが入る、80% 80% 80% そうしましょう、 100% は無理だね、前髪がなくなるか、いや前髪がなくなるの先に、どうですか、でもまあいいですね、アイロンだってこれまだアイロンしてないけどさ変わる、それで妥協なきは 80% うちらの妥協のあのボーダーが見えた瞬間です、80、いや100は無理、えでもこれもういい、もうここら辺で投票終了まで3、2、1終了、うわー0.3これね、どこ直すの、ね、どこ切るのもちょっと待って、これちょっと大丈夫、これみんなあの私が前髪短くなっていってもこれみんな投票したのみんなだからちょっと嫌いにならないでくださいね、え切ってみるじゃないけ、アーシャン切ったらどうする、危ないでしょ、いやアーシャンが切ったらダメ、アーシャンが切ってみるとか母さんが言ってきて、なんで切ってたの、切らないな、切れ、あの 80% 投票で、うん、あの髪なんかこの前髪でいいかって投票したんよ、この前髪で完成でいい、切ったよ姉ちゃんわかる、うん、で切ったんだけどなんかこの前髪でいいですかって聞いたらあの 22.3% の人がまだダメみたい言ってるからその人バカやん、いやいやバカとか言わないで、違うよちょっと悪ふざけがちょっと入ってる部分ありますよね、ちょっと皆さんちょっと77.7 なんかラッキーのラッキーみたいな数字ですね、あ姉ちゃんのショールーム、いや映った映りそう映りそう見えるロングガム、はい、ではロングガム、はい、どこどこ、あーちゃんこれやつ昔まだあるよ、あーちゃんが撮ったんだろ、はいどう、まだどこ切るの、えどこ、やっぱりやっぱ妥協はダメよ、今は妥協、今妥協9時39分、あしお風呂入らんと、
入った。入っといて。やだ、わちゃわちゃしてるしね、兄ちゃん。50% 以上にすればよかった。いやそれは妥協か。いや 80% も妥協、 20% は妥協してる。はい、あーでもここじゃない、やっぱ右じゃない、こっち、ね、うん、おんおんおん、あ解いたらそういうことね、解いたら確かに。でも解かん STU48 広島県出身、11月28日まで解雇って書いてある。そうなんですよ。じゃあ私の代わりに喋ってよ、あーしゃん。なんか喋ってよ、あーしゃん。事故になるよ。あ、そう、事故になるわ。いや、あの時のあーしゃんとはもう違うよ。ね。なんで？怖い。しりとり、しりとり時期。懐かしい。懐かしいね。そんなこともあったね。ショールームって、生放送っていうことはね。あのすごく痛感した時でした。どう、これで投票は次しますか、しませんか、する、なんかが食べたい、するできる。聞こえませんでした、何。から声出たんです。なんかさ、笑いに食べたい人手あげて、食べたい、今僕が食べたい人手あげて、誰に言ってる、この部屋におる人に言ってる、この動画を見てる人に、この動画を見てる人、うん、もう一回言って、ロングガム食べたい人はいと言いなさい。ねえ、その大沢みたいなのやめて。はい、姉ちゃんコメント見てみてくださいね。はい、だって結構おるよ、結構おる、嬉しい嬉しい。はい、じゃあこれでね、抽選、え、結構おる結構おる、でね、抽選当たった人にはね、ね、このロングガムをプレゼントします。できません。ね。なんかさ、なんかアーシャンの笑い方マジつまらないけど。ね、大丈夫？なんかさ、あの。お互いのさ、多分アーシャンと私の笑い方が お互いの笑いを誘う笑い方で、なんかお互いの笑い方を見てお互いが笑ってる、ずっと一生笑っとるよね、なんか笑い方見て。なんかやってね、何この家の中で、この私のこの部屋の中に3人いる、お風呂もリビングもあるのに。お風呂もリビングってどういうこと？いや結構広い広い広いってか、なんかこのこの空間に、いやお風呂もリビング、まあ、トイレもあるしキッチンもあるし。今マグロ寿司食べたい人、食べたいの、もし食べたい人、配信を見てくれてる皆さんに、うん、マグロ寿司食べたい人、いやこれはおらんかもしれんよ、スシローと言いなさい。なになになに、だって今口開けたらね、姉ちゃん髪が口に入る、こういう笑ってはいけませんよっていう状況がさ結構一番面白かったですよね。え、どう、治ったってか前髪。リンゴが
ことない人は食べてみてください。英単語帳どこやったっけ。そろそろ勉強し、やばい。1たす1は何がおかしいの。前髪、まあいいよ。500たす2000はどう。なんか前髪がね、どう変、今どう思うのかな。え、言うダメなんこれ。姉ちゃんの前髪はどうですか。いいよ。え、2500って なんか2500って打ってるよみんな。え、朝ね、みんなからあの500たす2000って言ったっけ。あ、言ったっけ。待って、ちょっと今聞いてなかった。めっちゃみんなから2500ってきてる。1たす1は多分次めっちゃ2ってくる。世界嬉しそう、嬉しそう、めっちゃ嬉しそう、めっちゃびっくりして、なんか急にコメント欄見たらなんか前髪が どうとか言ったら2500、また2ってきてるけ、みんなからめっちゃ、ほらめっちゃ2って聞いたらけよ。たんぼ、ん、田んぼのた。おお、そういうの好きよね、あしゃ、そういう答え。それアンダ、アンダーバーです。アンダー、アンダーバー、なぞなぞ、うん、あ、普通に単純に、うん、アンダーバー、アンダーバーのうっせぇを見てみてください。できた。1たす1は田んぼのたかもしれませんね。もう一回、どうするの。もういいね。1たす500は妥協の選択をみんなが防いでくれたと思ったら、ん、もう妥協なき断髪でいいんじゃないもん、これで。やりすぎて訳が分からんくなるしね。前髪どう？いや、もう良きよ。多分ね、明日のね、朝また前髪見てみたら多分雰囲気違う、前髪気分やね、前髪。前髪それぞれ気持ちあるしね。え、いや、えって感染でいいけ、急に。そういうことです。ってことで、前髪切りました。え、まだめっちゃついてるんだけど。拍手。その何にもない表情やめてほしい。何とも思わん表情やめて。はい、では本日の配信は母さんに前髪を切ってもらう配信でした。イエーイ。いや、いいけ、もうそういうのいいけ。はい、ではランキングを読みたいと思います。1位、いや1位から読む、13位から読むね。13位、高田さん。12位、スエンさん。11位、ヒサさん。10位、ノッシーさん。9位、モヤ太郎さん。8位、ステックさん。7位、ネコカワさん。6位、こまめまきさん。5位、ヘイさん。4位、ヤススさん。3位、ポーターさん。2位、アリくんさん。1位は小島さんです。ありがとうございます。ちゃんと漢字も間違いなくなりました。いや、配信で見たら斜めってる。あ、すごい斜めってるように見える、配信で見たらね。こっちでカメラがあるけ、こうしたら、引っ越したら、場所を引っ越したらいいんだよ、ね。はい、明日はあのお話し会よろしくお願いします。え、どう。でもいいんじゃない、アシンメトリーで。やばいやん、アシンメトリーって決着にしよう。変、変じゃないよ、変だよ、変だよ。だってさ、もう巻くやろ。やばいな、姉ちゃん。これが流行でいいんじゃない、うん、いいんじゃない、適当だけど。どう、こう向いてこ。はい、まっすぐ。いや、めっちゃいいってきてるけ、ほら。ピース。
に入りそう。家買った。じゃあ体に髪がもういい、いいよ。まああの伸びるし。伸びる、そんなすぐには伸びんや。現実突きつけてくる。それ分かってるわ。伸びること分かってる。はい、ではランキングも読みましたし、髪の毛も切れましたし、ここら辺で、あ、明日はお話し会よろしくお願いします。ハロウィン前日な、イエーイ。ハロウィンはバーバーの誕生日です。ハロウィン前日の Happy birthday to you。 では終わります。じゃあねえ、バイバーイ。今10時前じゃけ、どんだけビビったお母さん。あ、だだよ、アシャはマジで怖いよ。はい、3人の